立花明通りは、筑後国柳川藩の、第七代藩主。第五代藩主、立花正しはじめの三男。母は、側室の柴田清右衛門の姉で、第六代藩主、立花貞則の同母弟である。性質は、黒田継高の娘、清子。子は、関門、通圧、関一、菅とぶきら、伊豆をやめ。幼名は万寿丸、駒之城。 通称は左近。意味名ははじめ、はじめこう。後に、菅、松室、菅通。教法14年12月2日に生まれる。原文5年に意味名を、はじめこうと称する。延京3年、兄の貞則が、傍観のために死去した後、その養子子となって、家徳を継ぎ、菅、松室と改名する。藩主となった後は藩政に尽力する。銀札を発行し、 完成改革で武行に代わって、中老制を定め、藩平の朝連所を設置した。さらに、寮内の人口や戸籍を調べ上げたり、家中の統率のために取り締まりを厳しくしたり様々な法令を出したりした。また、法歴3年に、中老の4カ所道常による水車普及が行われる。法歴五年に意味なお通りと改める。明和三年に、長男。 関門を獅子に定めていたが、関西元年に先立って死去した。次に四男、関一に定めたが、関西五年に、関一も先立って死去したため、やむなく、いつを、関言武器を持って、獅子としている。その後も文部型を設置して、武芸を奨励し、剣役令を発するなど、反省改革を行っている。関西八年うるう七月二十二日に老齢を、 理由に隠居して、勘古と武器に家督を譲り、完成9年12月9日に、柳川にて死去した。去年69。墓所は、復元寺。子女は五男八女。柳川藩立花家文玄帳掲載の、完成4年3月開日の、番頭看板名前順と、番頭構成が一致するとする作成年不書の、侍町での主要家臣は、以下の通り。両家。 大組組頭、組他、戦術の通り、菅通りは、延教3年の藩主就任から法暦5年までは、意味名は、神足す。それ以降は、貫通と改名している。菅松室時代の字貫通時代の字、ありがとうございます。